体当たりは、自身の体をぶつけることにより相手を突き飛ばす、行為、技術である。突進、ぶちかまし、タックル、チャージ、プッシュとも呼ばれる。相手に対する攻撃や護身として使用される他に、プロレス、相撲をはじめとする格闘技、その他に、スポーツの技術としても使用される。また、動物の習性においても見られる。一般社会における使用は相手。 自分ともにけが、死亡の危険性があり、暴力行為とされて、犯罪行為となる。ショルダーチャージで二人を同時に倒す、ビッグショー。ラリアット、アックスボンバー、ランニングエルボ、ー、エルボースイシーだ、ランニングニーバットなど、助走をつけたり、飛んで、繰り出したりする、打撃技も、抗議では、体当たりの一種と言える。殴る蹴るなどは格闘技であるから、相手との接触があり、 格闘技でないスポーツにおいては、そのような形での接触は禁止されていることが多い。しかし、体がぶつかり合うことは、ままあり、それを避けていては、競技が成立しない。そのような場合、体当たりは、ある程度の範囲で認められる例がある。ルールとして成立している例も、禁止されてはいるが、ある範囲までは暗黙に認める場合もある。動物の世界においても攻撃。 防御において、体当たりに類する行動を取る動物がいる。陸上脊椎動物では前足を手として持ち入られない、物が多いから攻撃する場合は噛みつく、蹴る、体当たりにしか方法がない。いわば体当たりは最も汎用性のある方法である。イノシシやカバなどは、その代表的な例である。角を持つものは、角で突っかかるが、これも体当たりのために発達した武器とみなせる。 魚類も水中での争いで体当たり的な行動を取る例がある。アユの友釣りはこうして体当たりしてきたものを引っ掛ける方法である。不法操業を行っている密漁船や不審船などに対して巡視船や漁業取締り船が静止のために体当たりをする、されるということがしばしば起こる。日本では2010年9月7日、 尖閣諸島中国漁船衝突事件が発生し、話題を呼び、後日、現地で撮影されたビデオが流出する尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件に発展した。攻撃を意図した軍艦による体当たりは、体当たり攻撃の記事を参照のこと。殴る蹴るは明らかに暴力であり、それが確認された場合に、例えば暴行罪と認定しやすい。それを避けながら、 相手に威圧を与える目的で体からぶつかるという場合がある。突進していくとこれも明らかに暴力的なので、ゆっくり接近して押し付けてゆくという形になる。体当たりという言葉は比喩的な用法として仕事、作業、問題に全力で取り組むあるいは難しく考えずに開き直って正面から取り組むなどの意味合いでも使用される。映画などで、 体当たりの演技とは、女優がヌードになることを示すことがある。ありがとうございます。